諸国百物語第7話、連台の二つ塚の化け物のこと。都にある連台野という場所に昔から二つの塚がある。その塚の間は約220メートルほど離れているが、一つの塚は夜な夜な燃え上がり、もう一つの塚は凄まじい声で、来いや、来いや、と呼び叫ぶのだという。これを聞いた人々は皆、恐れ戸惑い、日暮れになると、そこを通る者は誰一人としていなかった。雨風の激しいある夜、若者たちが集まって、誰でもよいから今夜連台野に行って化け物の様子でも見てくる奴はおらんか、などと話していると、その中に力自慢の着物座った若者が名乗りを上げ、俺が見てきてやるよ、と言って出て行ったが、闇はさらに暗く、雨も降り、不気味さは凄まじく、何とも言いようがない。しかし、着物座った若者は、一つの塚の前に立って、耳を澄ました。すると例のごとくに、来いや、来いや、と呼び叫ぶ声がする。若者が、何者だ、なぜそのように呼び叫ぶ、正体を表してその訳を話せ、と言うと、塚の中から40余りの青ざめた顔の女が現れて、このように呼ぶのに別段理由はない。そこに見える塚まで我を連れて行きたまえ、と言った。若者は恐ろしいとは思ったものの、もとより恐ろしいことは覚悟していたので、女を背負い、言われるままに隣の塚まで連れて行って女を下ろした。女はそのまま塚に入ったかと思うと、塚は音を立てて揺れ動き出した。しばらくすると女は鬼人の姿となって出てきた。目は輝き、体には鱗が生えて、その凄まじさは例えようもない。そうして若者に向かって、元の塚に我を連れて帰る、という。この時にはさすがの若者も、気も魂も失せ果てて死んでしまうのではないかと思っていたが、また背中に背負い、元の塚まで連れ帰り、下ろしてやった。鬼人は喜んで塚に入り、またしばらくして女の姿に戻って塚から出てきた。さてさて、お主のように心の強い者はおらぬ。今、我も望みがかない、嬉しく思っておる。というと、小さな袋に何やら重たいものを入れて手渡した。若者は、ワニの口を逃れた思いがして、急いで家に帰り、皆に事の始終を話して、例の袋を取り出してみれば、その中には金100両が入っていたのだという。それからのち、この塚は何事も起こらなくなったと言い伝えられている。